オーデン式ゴーレムトラップを作りたかったけど、オーデンが弱かったし、ビームで処理しても効率が悪かった。じゃあどうするか。いっそ、オーデンの住処にゴーレムを沸かしちゃおう。ってことでやってみよう。スカルクシュリーカーを梱包したら周りをくり抜いて、ゴーレムの脇層ドーン。なんやかんやで村人ドーン。これでいけるでしょ。オーデンが召喚されて、おーい、体形形殴れ。その圧倒的な拳の抵抗でゴーレムの顔面をフライパンにしてくれ。さあ、ゴーレム処理成功。そのうちオーデンが削られちゃうけど、スカルクシュリーカーから湧くので問題なし。問題なし。はよ、あかんかい。どうやらプレイヤー以外のモブの行動ではオーデンは湧かないみたい。そっちがその気ならこちらにも考えがある。スカルクシュリーカーから8マス離したところにセンサーを置いて、さらに8マス離れてトラップドア、射程ギリギリでガチャガチャすれば襲われはしないけど、なんか怒られてる気がする。じゃあ分かったよ。脇層の待機所側に壁作って湧かないようにして、これでどうよ。ゴーレムが湧いてオーデンがやられても復活してこちらには気づかない。あ、完成だ。うるおいチャンネル。